袈裟のかけ方。お参りの際にぜひ身につけたいものに袈裟があります。袈裟は僧侶が身につけている衣装です。僧侶だけが身につけるものだと思われる方が多いかもしれませんが、男子信徒や一般の方も身につける袈裟に和袈裟があります。和袈裟は細長い袈裟の本体の両端を飾り紐でつなげて輪にしたもので、お仏壇に向かう時やお寺へお参りする時、法事、葬儀にも身につけます。袈裟は仏教の教えを信じ、それを守り実践する、いわば仏教徒としての証です。仏事の際に身につけることで、おのずと仏様に向き合う姿勢が正されます。今回ご紹介した作法のほか、浄土宗のことを分かりやすく解説している書籍は、浄土宗出版ホームページやAmazonのサイトからご注文いただけます。概要欄の URL にアクセスしてみてください。